はい、どうもこんにちは、不動大和です。今日はですね、日曜日でございます。僕たちにとっては初日、演目替えの初日でございますが、一体どんなお芝居をするんでしょうか。お芝居はこちらでございます。はい、ふるさと帰り神技というお芝居をこれから1週間、まあ月火がお休みなので5日間、土曜日まで皆様には見ていただくということでございます。僕が主演で、はい、お送りいたします。ちょっと最初はかわいそうで、最後はなんですかね、スパッとするようないいお芝居、昔ながらのお芝居でございますので、ぜひとも、見に来てください。ショーの方ではですね、また新しいことにチャレンジ。ラストショー何やった、あ、愚か者、愚か者会でございますね。プログラムにも書いてるんですけど、新作は横に新って書くんですね。僕最近今回のプロからそうしてるんです。会っていうのはこれから人数足したりとか変えて変形させて、形はあるんやけど、もっとバージョンアップっていうような感じで会っていう風に、プログラムに書いております。で、皆さんにちょっと、そういえばこの子ちゃんと紹介してなかったなっていうのがあって、YouTube 1年近く放置してたから、1年近くというかちょびちょびやってたんですよ、半年に1回とかで。今回半年ぐらい放置してたんで、この子のことあんまりちゃんと紹介してないなと思って、はい、今日は呼んでみたいと思います。まこちゃん、新藤まことです。ちょこちょこはね、はい、動画にも登場してるんですけど、はい、なんかしっかりと言ってない。もう入って何年ですか。もう1年すぐ2年ぐらい。え、もうそんなになる。今年の6月で2年です。あ、2年。あなた結構休んでたからな、膝の手術とかで。はい、膝の手術って何ヶ月休んどった。半年ぐらい休んで。半年ぐらい休んでたですね。半年ぐらいね。一回うちに入団して入って、あ、写真がその時めっちゃぽっちゃりしててな。はい、もうこの子ダイエットして痩せて、まあ、僕もほんまに痩せなあかんわ。全然違うからちょっと見せような、どんな写真か。はい、こんな写真です。はい、全然違うでしょ。はい、もうやばいです。もうパンパンパンで、パンパン。でもなんか昔から子供歌舞伎やってて、はい、で、うちを地方で、名古屋の子なんですけど、地方で見に来て、で、やっぱり入るんなら喜び座がいいという感じで、はい、で、ちょっと変わった子でね、自分でメイクしたりとか、我流でやって、TikTok 上げとったんだっけ。TikTok 探さなあかんな。ない?上げた覚えないんですけどね。黒歴史。あれでしょ。うん。だっけ。で、今もう一生懸命僕の元で頑張ってます。はい、はい、誠くんでございます。どうぞ、可愛がってあげてください。年は20歳になりました。20歳になった。はい、この間成人式イベントしたもんね。はい、その前に20歳になって、ちょっとお酒第1号で飲んで、はい、バーです、よし、誠20歳になった、誕生日やから、うちバーやってるからお酒飲みに来いって言って、はい、1杯か2杯しか飲んでないのに、上の部屋で倒れとった。もう寝てました。そんなに飲んでないよ。うん、1杯2杯は飲めんねんけどな。はい、あんまりね。でも無理して飲む必要ないから。はい、で、お寿司をね、醤油差し置くから口そのままして。ないです。え、してないです。自分じゃないです。やった子、え、じゃなかったっけ。自分じゃないですよ。スシローの子じゃなかった。違います。違う、やってないです。ほんま。はい、まあ、いろいろ今問題になってますけど、やめてね。やってないです。大丈夫です。そんなことすんの。そんなことしません。ここ叩くのやめてくれ。言えるんで、カメラが。すいません、すいません。で、本当に素直でいい子でございます。新藤まこと、20歳でございます。よろしくお願いします。お願いします。そして、あ、一点くん。はい、一点くんです。一点くんっていうか、かつ指導っていう名前になりました。それまではベビー一点やったんですけど、ちょっと二重なってるやん。え、目が荒れて二重なってるやん。最近ちょっと色気づいてさ、はい、眼鏡外してコンタクト入れた。で、髪型もなんかさ、韓流スターみたいな髪型してんねん。え、どうしたん、色気づいて。メガネキャラで行くって約束したやん、俺と。お芝居でもメガネで行くって言ってたよ。背も伸びて、もう桜子ちゃん圧倒的に越して、で、今もううちの若手で頑張ってくれてます。一点くんでございます。いやー、指導くんでございます。はい、中村指導さんと同じ字。そうですね、子供、わらべやな。そうです、わらべ。わらべの、わらべの、はい、あ、獅子です。獅子。だから兄貴が小虎やから、獅子といえば日本で言うとライオンやね。はい、ね、獅子っていうのはライオンやからね。そのコライオンってことだね。コトラとコライオンっていう意味で指導ということで、今最近一生懸命頑張って、なんかちょっとライバル心してるみたいな、まこちゃんを。え、らしいですね。え、まこちゃんとなんか同期みたいなイメージを持って、イメージを持って。まこちゃんの方が先輩だよ、ちょっと。はい、あ、でも子役で出てたからっていうイメージもあって、あ、同期ぐらいの感じ、イメージ的には。でもだいぶ年下やからね。そうですね。今刀回しとかもね、得意で、この二人が頑張ってます。
よろしくお願いします。そこから聞こえてる巫女さん、ちょっとこっち後ろで出てきて。あ、いいんですか。こんにちは。ちゃんと YouTube に載せるの初めてやもんね。そうですね、うん、で今日はちょっと誠くんと獅童くんの紹介と、はい、で初日も兼ねて、うん、どっちでサムネ行こうかなと。紹介の方がいいんかな。どっちがいいですかね。分からんけど、渡るやったら渡るの、あれやったら渡るをサムネにしてたら大概行くから。あ、渡る結構 YouTube で。じゃあ誠の紹介でいいんじゃない。無理ですね。そんな感じで今日一日お仕事頑張っていきますんで、はい、初日の様子を上げていきますんで、良かったと思ったらまた月曜日、火曜日ありますけど水曜日からお越しいただきたいと思います、はい、これが多分月曜日か火曜日に上がってるんで、はい、お願いします。今後の予定もたくさん、やってますんでよろしくお願いしま す, します。それでは行きましょう。あ、そうそう、肩も回しやって。俺ほら二人で。大事ですか。そう、ちょっと稽古してないの。刀回しとかね、扇子とかのさばきをうちの座員さんに教えてるんです。やっぱりあの派手なことやりたいやろうから、派手な僕のこの回し方、この手見てください、はい、回し方を教えてるんですね。そしたらだいぶできるようになってきたんで、はい、僕あのスクールもやってるんで、あのちょっと座員さんにはちょっとあの休めで教えてますよ。お金取るんかいって話でしょうけど、やっぱなんでお金取るかって言ったら、あのたとえ1時間1000円ね、はい、1時間1000円とかでも、あの普通の人だったら1日か2500円やけど、はい、あの座員さんでなんで1000円でも1時間取るかっていうと、やっぱお金出して学ばないと体に入らないんです。確かに自分が、はい、っていうことで、やっぱり自分がお金出してるから吸収しようという気になると思うので、はい、でまたそういうスクールもやってますので、もしよかったら言ってください。月1回になんかお試しスクールっていうのも今後やっていこうかなとか思ってますんで、よろしくお願いします。2人で、おい、ちょっと待って、カメラ撮ってるからって、あれが俺が鳴ったんか、揃うことが、揃うことが肝心やからな。あ、そうか。首反対行って。カメラで緊張してるやん、一点。うるせえ、こいつ。あ、あ。で、切り替えしながら、頼む。一点が、こいつだから緊張しいやな。普段持ってめっちゃできんのに、大和回りして、で、うん、これでクリッと回して、シュー、スコーン、両太郎座長を入れ、そう、両太郎座長入れして、反対、はあ、両太郎座長入れ、これ両太郎座長に教えてもらったやつ、シュー。で、首から抜いて、で、首入れやろ。あ、首から抜いて首入れやろ。で、一個抜いて、あと腰入れやろ。で、これで抜いて、くりーってやって腰入れ。で、くるん、ポン。もうそんな感じ。まだまだやな。グダグダな。まだまだ。なんでカメラ撮ったらそんな緊張するん？注目されると。そうですね。緊張する？緊張しますよ。頑張ってください。はい。You have your way, and it's making me weaken.
in your status. Walking like that, it's really getting too much. But I can't pull back, though I try to resist. I can't fight this, and no one makes me feel like you do. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. Thank you.